idea. Nani? Oi! それでは あ、あなたか。ごめん。お店勝手に使わせてもらっちゃった。ああ。どうしたの？何か聞くことがあったんじゃないの？ いや。 そう。関西に帰るのか。ええ。あんなことがあったばかりだから、ママのことが心配なの。大阪までは一緒に帰ってあげたいの。ああ、そうした方がいい。なんか、 大変な時に逃げ出すみたいで悪いわね。いや、こっちのことは心配するな。そうね。もうあなたの身辺保護も必要ないみたいだしね。やだ、ごめんなさい。お前。 怖いの。え？これ以上事件のことを調べるのが初めてそう思った。あれだけ知りたかった私の過去、どんな事実でも受け入れられると思ってた。でも 大丈夫だよ。え？ どんな結果であろうと、俺が全てを受け止めてやる。だから、何があっても帰ってこい。この街に。
ああ、来たか。和樹。桐生さん、すいません。お呼び立てして。いや、それより体の方は大丈夫なのか。ええ、もう大丈夫です。和樹、すまなかったな。こんな目に遭わせちまって。いえ、伊達さんには助けてもらったんです。何言ってるんだ。いや、本当です。 私をあの組織から救い出してくれたんですから。どういうことだ。実は半年ほど前から私は監禁されてたんです。半年も？え、じゃあ店にいた和樹さんは。ああ、あれは俺じゃない、例のもう一人の男だ。最初は俺も信じられなかったよ。自分そっくりの人間がもう一人いるなんてな。 その男は韓国人でした。人言派の連中か。そうです。店先で急に襲われたと思ったら半年間も監禁される羽目に。じゃあ奴らお前を利用して俺たちをはめようと。おそらく。桐生さん、伊達さん、奴らとんでもないことを話していました。なんだ。 監禁中に知ってしまったんですが、奴らはこの町を破壊するつもりなんです。どういうことだ。爆弾は1個じゃない。すでに多くの爆弾がこの町に仕掛けられているはずです。え？奴らは着々と準備を進めてました。爆弾の場所は？ただ数はわかります。いくつだ。 連中は言ってました。26年前殺された恨みの数だけの爆弾を用意したと。キリュウ、確か例の事件で死んだ人間は33人だ。爆弾は全部で33個。一つがミレニアムタワーの爆破、そして、もう一つが昨日倉橋が準備したものだとすると、残りは31個だ。 キリュウ、俺は警察に事情を話して爆処理を発動できるように要請する。爆処理？爆発物処理班のことだ。たとえ爆弾が見つかったとしても専門知識がなきゃ処理することはできんからな。分かった。 いらっしゃいませ。
ありがとうございました。いらっしゃいませ。気に入ったぜ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。うまいな。ありがとうございました。それでは。31個の爆弾だって？はい、でも大丈夫です。爆弾の件に関しては伊達さんが警視庁に掛け合ってます。今俺たちにできるのは町を合流会から守ることです。そうは言っても主だった幹部は殺されちまって、組員は浮き足立ってまとまりがつかない状態なんだよ。柏木さん、どれくらい兵隊を集められるんだ？そうだな、神室町周辺の組織に声をかければ300ぐらいはなんとか。柏木さん、その300人俺に預けてくれ。ああ、すぐに招集をかける。登場会のために立ち上がってくれるんだね。親父や風間のおじきが体を張って守ったこの町を郷田龍二のような奴に好きにさせたくない。合流会を返り討ちにしてやる。大吾、お前聞いてくれ。いいか、これは登場会だけの問題じゃねえ。関東の極道組織の存亡をかけた戦いだ。俺たちはこの町と共に生きてきた。世間様から痩せれば綺麗事かもしれねえが、俺はこの町が好きだ。だから世話になったこの町に恩返しがしたいんだ。天下の登場会の組員として体張って合流会の神室町進行を食い止めようじゃねえか。これで大吾は誰もが認める登場会の跡目ですね。俺だ。分かった、すぐに西の河原へ向かう。どうしたんだ？伊達さんからだ。何か問題があったらしい。どちらまで？
それでは。キリュウさん、行くぞ。こっちお兄さん、お客さん。行くぞ。お。
兄貴
Yeah!
Thank you.
行くぞ。行くぞ。